チュース。ピースオブケーキの朝ちゃんです。朝さんです。本日も最後までよろしくお願いします。お願いします。各週火曜日料理動画投稿の日となっております。はい。今週まだ翔太帰ってきません。はい。それなんで朝ちゃん。はい。お願いします。冷たい麺でございます。はい。はい。作ります。はい。何作るの？冷たい麺作ります。あなたがそういう風に言ってる場合、流水麺をそのまんまこうやってお皿に持って冷たい麺ですって言いかねないから、それやめてくれ。え？あの見切り発車で出てる感じ全面に押し出すのやめてください。そんなちゃんと考えてますよ。任せて。考えてない時の顔してるよ。大丈夫大丈夫、いけるいける。いけるんだ。うん、大丈夫大丈夫。今日はそうめんを茹でていきます。だろうな、ポリポリのやつ出されてもさ。だいたい茹でてくで、あれポリポリのまんまできましたって言われても。あれでも知ってます、そうめんってあの帯あるじゃないですか、うん、あれ上の方までキュッてやって、うん、ちょっとパラパラってこうシャッパって開くじゃないですか、うん、あのまんま油の中入れるとブロッコリーみたいに開くんですよ、うん、ふわっさー知ってる。それ冷蔵庫に入れて冷やせばいい。それを冷たい麺と言うならな。はい、それでしばき上げればいいな。朝ちゃんの油から揚げたまんましばき上げる。やめてやめてやめて、めっちゃ飛ぶやん。ということで本日は朝ちゃん流薬味増し増しスタミナそうめん。よそれでは最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは材料紹介をしていきたいと思います。きゅうり1本、ニラ半束、大葉大体5、6枚です。ネギカット済み1個、みょうが3つ入ってますけど2つ使います。豚バラ肉 130g ですけど大体 100g で OK です。キングオブザそうめんイボの糸、こちら今日 200g 使っていきます。おろしにんにく小さじ1使います。生生姜小さじ1使います。コチュジャン、こちら小さじ2使います。大根おろし、おろしてあるやつ、こちら1個 100g ほど使います。刻み海苔お好みで、いりごま小さじ1から、ごまが好きな人は量を足してみてください。鶏ガラ小さじ1、昆布つゆ 200ml で、あとお水 400ml 使います。味は薄かったり濃かったりしたら、めんつゆとお水で調節してください。それでは早速作っていきたいと思います。ピースオブケーキ。スープ、つゆから作っていきます。ボウルにめんつゆ 200ml、 にんにく小さじ1、生姜小さじ1、コチュジャン小さじ1、ほらほらほら、鶏ガラ小さじ1、ほらごま小さじ1よりちょっと多め、刻み海苔お好みの量ちょっと多めに入れます。ここに大根おろし 100g、ネギもカットしてあるやつ、ワンパック。いや、はい、そしたら材料切っていきます。ニラ半束、下の方はちょこっと切って、これは捨てちゃいます。ネギと同じ分ぐらいにちょっと刻んでみて、はい、だいたいこのくらいの大きさに切ったら、こちらもボウルにドボンしていきます。はい、きゅうり両端切って洗って3等分、いや4等分ぐらいまで切って、
きゅうりこうやって切れましたら水にさらします。一回ちゃちゃっと洗って水抜いて水にさらします。はい、次はみょうが2つ。はい、みょうがもケツを切ってケツをポイ。ほんで十字に切りまして、こちらをみじん切りにしていきます。はい、こちら細かくしたみょうがもさっきタレの中にインしていきます。はい、次は大葉6枚、はい、茎は切って縦に1センチ間隔ぐらいで入れまして、これを束ねまして、はい、こちらもみじん切りに。はい、刻んだシソ、大葉、大葉もこちら。そしたら先ほどのきゅうりの水を切って、このきゅうりもタレの中に入れていきます。ではそうしましたら、このタレをしっかりと混ぜ混ぜしてください。しっかり混ぜましたら、ここにお水400ミリ、400、軽く混ぜましたら、麺と豚肉を茹でている間、こちらを冷蔵庫で冷やしていきます。こんな感じです。冷やしていきます。はい、それでは鍋に1杯のお湯を入れていきます。スイッチオン。お湯を沸かしている間に、こちら豚肉 100g、 豚バラ肉 100g を一口大の大きさにカットします。カットカット。はい、まあ言うて3等分です。はい、お湯が沸いてきましたので、そうめん入れる準備します。いや、やっぱりそうめんは一本の糸だよな、こいつしか勝たん。茹でていきます。と言ってもここはポイント、そうめんと一緒にお肉も茹でていきます。えいや、豚肉の入れるタイミングはそうめんと一緒でお願いします。そしてそうめんが茹で上がりましたら、ザルに上げていきます。あ、熱い、いっぱい熱い。はい、そしたらそうめんと豚肉は流水でしっかりと冷やしてください。はい、そうしましたら、はい、水気をしっかり取って、まず麺の方をさらに分けていきます。はい、こうやって麺と豚肉を盛れましたら、ここに先ほど冷蔵庫で冷やしていた
こちらのタレをかけていきたいと思います。タレが余ってしまったら、お豆腐にかけてみても美味しいです。はい、こちら完成しましたので、早速食べていきたいと思います。Piece of cake。 いただきます。召し上がれ。あとですね、調理の時に紹介し忘れたんですけど、最後にお好みでごま油ぴゃっと。じゃあとりあえずなしな方向で、はい、作ってみて味変でかけています。すんげえ薬味、まあ、あのタイトルで薬味マシマシスタミナラーメンっていうことなんで。ラーメンなのこれ。ラーメン、そうめん。もうあの調理中の暑さで脳がやられてます。なんだろう、食べ応え満載な、みょうががいい感じ。薬味がたくさん入ってるから、そうめんだけだと要はあの歯応えがなくて、なんかちょっと物足りない感じがするじゃないですか。でも大量の薬味が入ってることによって、ザクザク感が生まれるんで。で、あと豚肉も入ってるんで、まあきゅうりとかはね、体冷やすっていうしね、はい、この時期にはいいんでね。で、あのタレを作るときに、水を少なくしてもうちょっと濃くして、氷をぶち込んでも、ああなるほどね、はい、もっと冷たさが出ますね。あ、ごま油足すとコクが一気に増すね。なんだろう、ごま油入れるとみょうがとかのその上の薬味の風味がちょっと薄くなっちゃうかな。だからまあ味変で途中から入れるのありかもしれない、でもほらみょうがとかの風味がさ、ちょっと苦手っていう人は、最初から入れちゃっても、あ、ごま油の代わりにあれ入れても美味しいかも。練り梅、それもありっすね。そうするとなんか薬味のなんだ存在をあまり消さずに酸味がなプラスになるかもしれない。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。おいしゅうございました。薬味一方のうまかったですよ。やっぱキュウリが入ってると体冷やすっていうじゃん、中から、いいね。しかも薬味も全部あのシャキシャキ感の、食感のある。これは特にね、みょうがと大葉好きだから、それがなんかテイスト的には、自分もみょうが好きなんですよ。みょうがの薄く切ってそのまま食べるの。なんで？かき揚げ。ああなるほどね。みょうがをちょっとあの粗めにこうスライスして、それをちょっとパラパラって崩しながら揚げる。で、いつもだと新しいテーマという話になるんですけど、まだ翔太がやってないので、次回翔太が料理をやってなんですけども、翔太がタイから本当帰ってこれるのかっていうのがまだ分かんないので、ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それではせーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、チェックしてみてください。それではせーの、チャオ。